どうやってててさあのの声特徴とかか捉える聞い何回練習して練習っていうのはもうほんとぶっつけ本番でもうどんどん撮っていって1フレーズあたり100回とかも撮ったりとかしてマジで自分で書いてるじゃんえうん自分で書いてるどういうふうに書いてるの俺めっちゃ絵心なくてこれじゃあダメだよと思ってトレースをするようになってそっからだんだんクオリティが上がってきたなんかあの絶妙な感じがいいよねそうなんかうまくしすぎたりとか実物の絵に近い感じでやってもあんま面白みないかなっ思ってて実演をしてくれるということで全部俺の声が生 ビートからまずやるんだけど <はい S 2> 一番最初にやるのドラムでこうやって別々に一個一個音とってって「ププププ」 君からすりゃディフカル<ー>はいということで今回の「ゴールデンラッシュポッドキャスト」のゲストは全部俺の声で大バズり。 ちょぼかりいくんです。お願いします。お願いします。やばい。あざます。あざす。ちょっと嬉しいっすよ。いや、まじ本当にあえて嬉しいっすね。ね、まじでね。僕めっちゃ TikTok でも見てるし、あの、YouTube でも見てるし。嬉しい。うん。本当に。いや、でも、その、それこそさ、あの、俺、もう何回か見たことあって、動画は。うん。それで、えっと、登録してくれたのかなゴールデンラッシュの。登録してた。こんなちっちゃいチャンネルなのに。いやいやいや、もうマジで。 もうクオリティの高さと、マジでそうなんか結構形になってるよね、マジから。やばい、それはめっちゃ嬉しい。めちゃめちゃすごい。そうそれで、なんかそれであ俺、知ってるこの人と思って、で、めっちゃ見て、ナられめレベゃだな、めベルめちゃ高くないみたいな。全部俺の声じゃん、みたいな。全部自分の声じゃん、みたいな。いや、もちろん。すごいな、みたいな。いや、ありがとうございます。いや、でも、ギラギラとかやばかった AB と。ギラギラは一番伸びてて。そうだよね。うん あれは、そう今年の1月とか、それぐらいにやったんじゃないか。うん。だって、もう46万ぐらいいってるよね、YouTube で。46万そうだよね、いってるよね。一番伸びてたなそうだよね。いや、あんだけさ、それこそさ、フィメールじゃん。うん。a さんとか。うそれをなんか、あそこまでできんのすごい、どん、どんなんのかなみたいな感じ。いや、そうね。そうそうそう。で、でも、え、やばみたいな。うん。 すげえなって思って。いや、フィメールは結構。まあでも、エイチさんとかは結構声も、その、うんうん、あんまあ、めっちゃ高い声とかじゃないから、まあそうね。まあちょっとギリギリ、まあ俺もそんな低い声じゃないから、うんうん、ちょうど間でいけるかなみたいな感じで。ね、まあ全部、はい、どんな音域の人でもちょっと無理してみるっていうのがちょっとモットーでや。やばいね。 それがね俺すごいと思って、うん、めっちゃなんかえこれどうやってさあの声の特徴とか捉えてんのあれ結構う聞いて何回か練習してんのんいやもう練習練習っていうのはもうほんとぶっ,ぶっつけ<あ>本番でもうどんどん撮っていってうもう一個のフレーズあたり<ー>もう投資で歌えるわけじゃないから全部できるっていう感じじゃなくてこのフレーズごとに本当とにロイレコーディングと同じ感じの流れでなる撮っていってもう一個1フレーズあたりもう、うん いい時は5回とかで撮れるけど、そうじゃなければ本当100回とかも撮ったりとかして、ワンフレーズいくのに100回繰り返し、これいいかなっていうところまで、すごいなそ何回も何回も撮ってやっていく感じかな。すごいわ、それは。うん、いや、もうこう執念だね。いや、そう、執念<で>、執念一本作るのにどんぐらいかかるえっと、初期の方は、うん、その最初は、えっ、ー、と、1日1本出すってのやってたから、 本気出せば一日一本出せるけど今はちょっとどっちかというとそのクオリティとか、うん、もっと聞きやすさみたいなのを大事にしてるから音に一日で絵に一日か2日そうな、うんだでも一日で絵は描けるんだね絵は一日で描いて、うん、まあアニメーションはもうちょっと短い時間でやってるから絵が一番枚数多くちょっと凝っちゃおうって時は結構。 まあ時間かかるかる1日から1日以上かかったりとかするかな、えー、えあれをさ絵描く時でもあれ自分で描いてるじゃんえ、うん、自分で描いてるあれはどういうふうに描いてんのあれはフォトショップ使ってて MV の,、うん、あのいいなって思った瞬間をスクショしてなるほどそれをフォトショップに読み込んで,であれ実はトレースやってて<ー>そうそうそうそれで 最初の方とかはトレスせずに自分で描いてたんだけど、うん、俺めっちゃ絵心なくて <laughs> そう全然やってらん <laughs> これじゃダだめだよと思ってトレスをするようになって、はいうん、そっからだんだんクオリティが上がってきた感じはいはい、はい、そうね、うん、でもなんかあの絶妙な感じがいいよねそうなんかうまくしすぎたりとかそのほ、まあ、本当に実物の絵に近い感じでやってもあんま面白みないかなとて思っててはいはい、はい、自分らしくちょっと。 なんてい,うんういいトーンにするように心がけてるなるほどね、うん、いやスタイルがあってめっちゃいいなと思ってカレーとかもさあれとかもさイラストやんあそう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 ,そう,そう一番初めて描いた絵がありであそうなの全然俺自身普段絵描いたりとかしないからあそうなのそうそうそのロゴを作るために <laughs>、うん、ちょっとまずチャンネル始めるってなったらまずロゴがいるだろうと思って、ねそうだね、確かに確かにロゴを描いたのが一番始まりえー、初めて描いた絵があのカレーのロゴ えじゃあそう、うん、絵描きたいから好きだから描いたとかじゃなくて<あ>やろうと思って描き始めたとかどっちかというと音楽の方がやりたくてそ,っかそのために必要なデザインとかを後で学んだっていうかすごいな一からそれやろうとするの大変だよだって絶対さ一からあーでも俺絵描けないし嫌だなとかさ思う人とか多分いっぱいいると思う、うん、そこでいや俺は描くっていう。 そこがねめっちゃいいなと思ったし <laughs>、ねそね、えそれは何最初そのイラストレーターとかフォトショップとか使って、うん、なんでちょまずカレーじゃんロゴがああそうねチャンネルでチョボカレーじゃん、うん、それ聞きたいなでも名、ね、前のぐらいだ、ねまあ、チョボっていうのは僕のあだ名でもともとあったあだ名なんだけどで僕カレー作るのめっちゃ好きであそうなんだそうそう,そうカレーインドカレーが得意なんだけど まあなんか将来やりたいことの中の一つにカレー屋があって<ー>その時のオープンする時のカレー屋の名前がチョボカリーでいこうっていう決めてて、うん、でまあその名前そのままアーティスト名に使ってもいいかなと思ってということでチャンネル名をチョボカリーっていうそうえスパイスかだよねそうそうそスそう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  <laughs> 家にめっちゃスパイスあって今でも週,週1以上では作っ,作ってるマジで自分で、うん、自分で作ってそれってさ毎回同じレシピにこだわってる感じはそれともなんかまあレシピ本とか結構読んでっていうのやって、うん、基礎を覚えれば、まあ、そこから応用できるみたいな感じでうん、うん、今日はなんか。 カルダモン強めでいこうとかな。カルダモン。カルダモン強めでいこうかわかんないわかんない。でもなんか良さそう、<laughs> そのスパイス。クローブ強めでいこうかなとか。はい、クローブはちょっとギリギリわかる。シナモン強めのがいいかなとか、そういうふうに配分変えてって、そう、美味しいカレーを自分のなりに作るっていうのは、結構もう何年も前からやってて、<ー>そう。で まあ今、モニチキとかあったりとか、<laughs> そうそう、なんかアーティストも、たく作ったりとか、やってるのもあるみたいな感じで、僕もなんかそい、いずれ、なんかやれたらなって思ってるけど、まずは、今しかできない音楽の方を、やろうかなって思ってう、ね。なるほどね。そう,そういうことか。で、じゃあ、ほりで、え、最初さ、こう、要はさ、自分のボイパーとかでさ、うん、ビートツーんで作って、自分でラップして、うん、自分で絵描いて、出すっていうのをやるってるわけやん。それは、なんか、どういう経緯で、そのコンテンツにしようって決めたのそうなんか もともとサラリーマンで働いてた時にこうそうでそ YouTube というかまあ音楽何かやりたいって思ってたんだけどまあそれ結構心の中にずっとあっていつか会社とか辞めて音楽で食っていきたいなっていう思いがあったんだけど結構普通に YouTube ふだんり見てその中でその, US のアメリカにいる YouTuber でスコーレイっていうのがいるんそ,それが。 初めて見たその人の動画があのタイラーの,、うん、あの「アースクエイク」って曲タイ,イタ,タイラーズクリエイターのカバーをやってる人がいて、はい、その人が、まあ、僕の。 見てるる人からするとあ同じスタイルじゃんって思うかもしれないんだけどうん、うん、その人のスタイルめっちゃいいなと思って日本にまだないスタイルだなと思って<ー>で僕その頃ろ、まあ、US もめっちゃ効くけど、うん、その日本のヒップホップもすごい盛り上がりを見せてるなと思った時にこれ日本でやってもいいんじゃないかなって思って、ね、やってみたら、まあ、ちょっと反応があってそれを続けてみたっていう。はいはいはい スクオーレイってその人はデザインとかやってる人なんだあいやその人はいやもう俺と全く同じ YouTuber で自分で全部自分の声でやるっていうのも全く同じスタイルなんだけどそれ聞いた瞬間にあめっちゃ笑ってめちゃめちゃ面白いなと思って、はい、普通に視聴者として面白かったんだけどこれ俺でもできるぞと思って<ー>で真似してみたらちょっとできたっていう。 おー、そういうことか。そうです。日本のヒップップにないものを持ってきたってことだ。そうそうそう。いいっすね。それはでもめっちゃ俺、なんかこのポッドキャストとかも俺もそういう感じ考えてたの。あ、そうなの結構アメリカだとポッドキャスト文化があって。あるよね。そうそうそう。もう結構。見るのあるから。見るでしょ。うん。そうだからでも日本ってないじゃん、あんまり。あんまないね。特に SNS とか使ってる人結構少ないっていうか。なんか なんていうのボイスはボイスやってる人いると思うんだけど SNS 買ってる人がいけなくて俺そういうのばっか見るからインタビューとかキキストとかばっか見るからえ俺やりたいと思ってで持ってきたっていうのも最初いや多分それ同じ感じで感覚多分近いんじゃないかなたいどねそれはカナダにいたんだもんねそうえっと始めた時は最初日本にあっ日本にいたんだそう日本の会社で働いててあそっかそうそうそうそっからチャンネル始めつつ会社辞めつつみたいな感じでそう俺カナダに 去年の夏夏ぐらいに夏秋ぐらいに行ってちょうど1年行って9月に帰ってきた感じ、うん、そういうことかそう、えー、なるほどね、えー、それでもうサラリーマン辞めて、うん、その時はもうチャンネルも始まっててチャンネル始めてって感じ始、ね、めてて、うん、どんぐらいのチャンネル始めてどんぐらいでサラリーマン辞めて彼女っ,ったのえっといやでもほんとに4月2月ぐらいにちょっとちょいちょい23本投稿してはい、はい、で 全然なんか軌道に乗ってもないけどやめちゃったみたいな。あ、そう <laughs> もうやめちゃうこっちで行こうと思って。ええー、マジで。退職金もらって。そういうことか。そう生き延びるお金をゲットしたから。はいはいはい、はい、生きるためのお金とまた別にその資金を持って生活にあってながら。はいはいはい。そうそうで自分の YouTube 自分の YouTube やってっていう。やば。うん、えそれでその後カナダに行って。カナダ行って。そう。で脇骨で。 ワーキングホリデで1年いてそう向こうでもずっともう家こもってずっと動画作ってそうう動画作ってその時は音楽でやっていこうって言ってたじゃないですかそれは YouTube チャンネルのことなのそれとも自分の音楽とか自分の音楽もやりたいと思ってそう今はとりあえずカバーをやって視聴者伸ばしているところなんだけどそこからできることを増やしていこうか。はははいいい で、ヒップホップの曲とか俺作ったことなかったんだけどあそう,そのそうカバーすることによってヒップホップの曲ってこんななってんだみたいなこんな構造でビートができててそこにこうボーカルを入れるから聴けるんだなっていうのを、うん、そのカバーすることで結構いろいろ盗んでいったはいはい、はい、なるほどね。だからでここからじゃあ俺が作るってなった時に、うん、そのノウハウ使えるかなっていうふうになったなるほどね。 めっちゃもらいんなだから要はその曲をカバーしてる間にいろんな曲を聴くことによって曲の構造とか分かってそうそういうことだよね。それがもう自分の音楽の勉強にもなっているってことだ。今そう。勉強しながらやってるっていう感じ。はいはいはい、そうなんだえ、うん、カナダでは何してたカナダではいやもう本当動画作りつつ、はい、そのどっちかというと海外に住んでみたいみたいな、はいはい、憧れみたいなずっとあったんだけど、はい、そんなんできるわけないよなって勝手に思い込んでたところがあって。でもも、まあ、会社も辞めたし、はい、その YouTube でやっていくるんだったらどこにいても変わんないじゃんと思って単純にこう場所を移してみようっていう感じで1年行ってみて<ー>で、まあ、向こうの、まあ、なんかクラブ遊びに行ったりとかうん、うん、そういうのしながらこう、うん、結構周りの雰囲気とかいろいろ生活を感じて全然住めるじゃんって思って日本に固執しなくてもいいかなみたいなことをやってたかな。うん、なるほどどね、うん、あすげえなえどうっったたカカナナダダ海外にはさカナダ行く前とかは行ってたの 海外は、いや、旅行で、本当アジア旅行行ったことあるぐらいで、タイとカンボジアに友達と旅行行ったりとか、台湾行ったりとか、本当に友達と遊びに行くみたいなことだけやってたんだけど、住むっていうのはやったことなくて、そう。だから、そうだね。カナダ行って初めて、こう、英語とかも勉強したりとか。あ、そうなんだ。最初喋れない状態で行ったのほぼ喋れない。もう本当挨拶ぐらいしかできないみたいな感じで。でも行けば、その、なんとかなるじゃん、みたいな。 <laughs> そうそうまだだからそんなめっちゃペラペラでもないけど、うん、一応コミュニケーションは大丈夫だろうってところまでは1年間でいって感じなんかショックってことあるなんかショックってクカルチャーショックやっぱ違うじゃんあ全然違うねえなんかうんうん,なんだろうな、まあ、やっぱドラッグとか全然違うなって思って<ー>その,あの、まあ、日本にもいくつかそのなんだろうあのホームレスの人がいたりとか、はい、その、うん 中毒者の人がいるエリアとかあると思うけどそういうのががっつりその僕が言ってたのはカナダのバンクーバーってところなんだけど、うん、そのダウンタウンの近くにある、うん、あのストリートに、うん、もうテントがブワーって並んでてそこにめちゃめちゃそのもう結構役所の人たちが元気に住んでるみたいな <laughs> 路上に元気に住んでるみたいな感じで <laughs> すごいな<う>や,っやっぱり海外でそこ車で通るのとか結構車で通るだけでも緊張するみたいな場所があって。<laughs> <laughs> でそ,こいやそこやばいのが <laughs> その、まあ、向こうちょっと先進的な考えなのかわかんないけど一番やばいそのフェンタニルっていう、うん、あのドラッグもうヘロインよりもやばいみたいなフ,フェンタニルがあって、うん、それにハマる人がちょっとあまりにその北米で多すぎるんだけどそ,それで死ぬ人がめっちゃいるらしくて<ー>そ,うそれで死んじゃうのはちょっと困るから、はい、逆に NPO みたいな人たちがそのテントでっかいの出して。うん あのそこでそのヘロインとか、うん、あのコカインとかあと覚醒剤とかをその無料で配るっていうのをやっててえどういういことそ,うそこに行列ができて、うん、その無料でもらえるから逆に安全なあん安全じゃないんだけど、うん、もっとやばいのをやら,やられて死ぬよりは<ー>こっちのまだマシな方をやってくださいねっていうことで無料で その配るみたいなのやってて俺はもちろん全然その列に並んだことはないけど実際その行列できてるのを見たしやばくねそれやばいよねだから要はヘアオムレスの人たちはお金もないしでもやりたいからやばいところから仕入れたりとかそこでなんかもうどこでね針が使うときとかの裏んかもっとそ針がやばいとかうもうちょっとクリーンな方で楽しんでくださいねみたいな感じでしなれるよりはく、い、ねそういうことか ことでその本当にお政府からお金もらって配ってる人たちがいたりとかしておもろくね？ちょっとやばいもカナダでやってるってるんでしょう, <laughs> そうすげえなそうそうそう政府と絡んでやってるらしくてまあ俺は見てるだけなんだけどリベラルやなカナダそうそうリベラルだなって,めちゃくちゃてすごいね感じて確かにそうそれがバ,えバンクーバーって言ったっけさっきバンクーバーだバンクーバーだうんやばいなやばいねそれさすがにそれでも絶対カナダっぽいよねヨーロッパっぽいとかカナダそっち系んだ、ね、っぽいの人もそうだねちょっと アメリカ絶対ないもんそんなななアメリカはないいい絶絶対対 <laughs> もうちょっとなんか闇深い感じに感じたけど確かにねちょっとなんかオープンにやってる感じがそのなんかみんなの問題としてやってる感じがあるかなと思ってそこはなんかまあショック反面なんかまあいいじゃんっていう気持ちもまあ死ぬよりはいいかみたいなまあまあそうねいいことやってんなとは思いますおもろいな<ー>オランダとかでもそうらしいよあそう,あそうオランダとかがそのヘロインとかは病院行けばできるんだって そうなんだ。やばい。ランダもやばい。ランダもエロい。病院行けばできるしとか。なんかその、なんていうのだ同じ考え方でしょいや、多分そのハームリダクションみたいな。そうそうそう。だから、ちゃんとしたところでやってくれた方が、ストリートやってくれるほどは、言うよりはいいよね。そうそうそう。たぶそ犯罪が少なくなるよね。そういう感じだと思うんだけど。すげえな。それはちょっとレベチだわ。それをちょっと目の当たりにしたのは、やっぱり、なんかちょっと伝説聞いてるだけみたいな感じだったのが、あ、本当に世の中で起きてることなんだみたいなのは結構。 目の前でそうそうそうあるなっていう感じそっかやばえカナダすごいなカナダはレベチすぎてちょっと俺もね一回だけ行ったことあってトロントなんだけどバンクーバー行ったことないからそういうとこなんだ面白いなトロントも行ったんだよねトロント行ったトロントなんかそのバンクーバーから1年間ほぼバンクーバーにいてでもウエストコースだからその LA に行きやすかったりとかあとシアトルオレゴン 行きやすすかかったりするからそれはもう本当バスとか電車で行けちゃったりするからその辺は行ったりしたんだけど最後日本帰ってくる直前にいけるだけアメリカ回ってみようと思ってちょっとありがねはたいて旅行を転々としたんだけどそ,うその時にダラス行ったりとかあとそのテキサスのオースティンとダラスまとめて行ってであと えっと、ニューヨーク、ニュージャージー行ったりとか。で、最後にトロント回って、帰ってきたみたいな。こういう感じだ。そうそう、そう、回って。回って帰ってきた。そうそう、回って帰ってきた。暑いな、それ。そうそう、帰ってきた。えどうやっていろいろ移動したの飛行機とかあ、もうそこは飛行機。格安航空で行って、格安ホテル泊まって、みたいな感じで転々としたやつ。超楽しそうですね。めちゃめちゃ楽しかった。え、どこが良かった行った州は行った州は、でも、 その想像よりも良かったのがテキサスで<ー>結構なんか田舎のイメージあったんだけどダラスとかはめちゃめちゃ先進的だなって思ってめちゃくちゃ建物すごいでかいし<ー>そうめちゃめちゃなん,かなんだろうなでもニューヨークはもちろん楽しかったんだけど、うん、なんか感覚的には東京に行ってるみたいな、うん、あちょっとわかるあてか,かめっちゃわかる結構近い感じー LA とも全然違うし<い>なんか 普通に行けるじゃんみたいな感じの安全も感じるし、まあ、やばいとこ行かなければいいところだなっていうふうに思ったのと、うん、でもそれよりもダラスの方がなんかアメリカを感じられる感じがしたかな、えー、そうなんだ。うん、どういうところでそれを感じたの,そのアメリカを感じた理由としてはなダウンタウンダラスのダウンタウンがめちゃくちゃ盛り上がってて、うん、若者がドワっッていっぱい、うんえー、夕方からそのクラブとかがもういっぱいあって、えー、もうどんどん めっちゃ音楽鳴なってるところに車めっちゃ集まってくるみたいなないなこれ日本にみたいなめっちゃいいなと思ってそことかは遊びに行って楽しかった暑いなうわいいねいいね最高だねちょっとめっちゃいろんな話いいな楽しすぎるそっかでそれで旅行して最後トロンと行ってそのあとすぐもう日本帰ってきたそうそれでバンクバー戻って帰ってきたバンクバ戻ってそうそう一周して帰ってきたそうそう そうそれでうとトロントはなんかほんとやっぱりアメリカとカナダ違うんだなっていう感じがしてめちゃめちゃ安全を感じたしトロントの方がニューヨークとかよりもさらに安全う感じは確かにだなえバンクーバーとトロントの結構違うのやっぱは違うねトロントの方ががっつりその都会を感じるしでバンクーバーに1年間いたけどすぐ帰ってきちゃったの理由があってあっち音楽が がそこまでその若者の文化としてなんか熱くない感じがしちゃったんか東京の方がもっとなんかあの若い音楽熱いなっていう感じがしたんだけどどっちかというとそのロックやってる人が多かったりちょ,ちょっとおじさんめの人たちがやったりとかあとはなんか割となんか趣味でやってますみたいな人の方が多くてバンクーバーっていう感じだったけどトロントはもうとクラブめっちゃ盛り上がってるしめちゃくちゃ熱い。 箱がいいっっぱいあった,してったエンタメとしてっていうのと、うん、もう本当、あのラッパーとかもトロント出身、熱い人がいっぱいいるから、そうだよね、うん、確かにトロントの熱いラッパーとか、誰なんだろうトロントは、えっ、ー、と、あれだっけ、えっ、ー、と、いや、どっちだっけな、んなドントリバーはどっちだっけな。 ドン・トリバーってうか、T で覚えてるけど、ドン・トリバーかトリーレンズか、どっちか分かんないけど、どっちかカナダって気がする。トリーレンズはカナダだったの覚えてる。ううそその辺トロンとかどうかはちょっと分かんないけど、でも、トロンとかモントリオールとかそっちの方なんじゃないかなあんま逆にバンクーバー出身全然いなくて、確かに聞いたことないかもな。っていうと、なんかあんま熱くないのかなって、あと行ってから気づいたみたいな。なるほどね まあでもトロントね体感できたから暑いよね。いやー体感できてめっちゃよかった。すごい。う<う>いいな。まあ、うん、ちょっと写真またチャンネルの話戻っちゃうんだけど、うん、あのアーティストとか曲とかどういう基準で選んでる？アーティスト最初えっ、ー、と自分が好きなもの、うん、あの好きなもの以外やりたくないっていうのとやっぱりそのさっき言ったみたいなその、うん、一フレーズで百回歌ったりとかそうだ、ね、するのに好きじゃないのって。<laughs> 結構しんどい,か <laughs> しんどいよね絶対そうだよねなんなんだこれみたいな思いながらやることできないからほん <laughs> 自分がきいてかっこいいなって思うやつをやるからで、えっとまあ、自分で探してるのもあるけど、うん、結構多くはその、えー、っとリクエストもらえたやつから選んでっていうかあコメントにリクエストが来るからあ<ー>そ,うそういうところから 自分もまあもちろん聞いてたやつであこれやっぱみんなも聞きたいんだなみたいな思ったやつは選ぶしそうコメントが一番大事やっぱそっかコメントやっぱ全部見てる読んでるもちろん全部読んでるし全部チェックして熱いなまあそうだよねやっぱり見てくれてる人がいてのコンテンツだからねそう当にね。なるほどねそっかえちなみにさ日本のヒップホップにはまりだしたのはいつぐらいなの日本のヒップホップは3年前ぐらいにあでもっと前かななんか そ,のそれこそ大学出たぐらいのあたりでなんかこうとか好きだなって思ったりこうさん好きだなみたいな思ってそこでその時はこうとかルータとかその辺を結構聞くようになってたんだけどえっと一番ハマりだしたのは当時が出てきたあたりそうだよね当時とかあとレックスとかが出てきた時にあのー 結構これはもっと盛り上がるだろうって感じてでめちゃめちゃいいなって思ったそうだねで結構当時やってるよね当時は個人的にめっちゃ好きでやっぱそうなんだやっぱ好きが出ちゃうからそういうことねなるほどね恋にも似てる気がするっていうか似てるって自分で思ったこと一回もなくて実はそうそう結構似てるって言ってくれて嬉しかったりもちろんするけどんかもちろんちょっと寄せたりもするけど結局なんかちょっと 似るほどは言っっててなないかなって自分的には別に似てないけどなぐらいで出して<ー>まあどう言われるかなみたいな感じで毎回う,う感じなんだ、うんえー、もう結構めっちゃチェックしてる感じな東藤さんの。 はもちろんチェックしてし当時がいいなって思うのはやっぱり結構その海外と絡みたいとか外に出てこうみたいなスタンスめっちゃいいなと思って,て,って絶対それ考えてやってるよね絶対考えて音の,音の感じとかはめちゃめちゃ考えてると思うからそ,う、ね、その辺はもう個人的にめっちゃ影響も受けるしるほど、ね、いいなでそれ同じ点でレックスもいいなと思ってて、うんね、レックスはもうやばいねやばいなそう 以外の人でも結構、その感じる人は、好きになるか。ああ、なるほどね。海外意識してるなって。醤油とかめっちゃ。あ、醤油ね。めちゃめちゃ意識してるのも、う、確かに。わかるし。醤油はそうだね。うい。うまい。うまい。そうだね。うまいと思うよね。そういう売り込み方とかも全部考えてやってるのもあるし、まあ、それが好きなのかわかんないけど、多分、好きなのかないや、絶対好きで。やってるよね。好きやってるよ絶対うん、うそうかね。すごいよな。まあ、でも今のこの、やっぱ、 くね日本のやめ業界めちゃうまい。生暑い。生暑い。だからなんか、やっとさ、なんかさ、なんか昔はさ、ロックだったわけやん。だったね。そうそうそう。俺らは今もう完全にラップの時代じゃん。うと俺は思ってやってるんだけど。いや、俺も本当にそう思う。絶対そうだよね。なんかアーティストとかめっちゃいいアーティストもいっぱいいるし、バトルラッパーとかもいるし、いるけどやっぱ、メディアとかコンテンツはやっぱまだ。 いうかもっともっとできると思う。そっちの方がやっぱもう盛り上げれるそうだから、それはやっぱあるんだよね。俺も、今回、彫刻君来てもらった理由、それ結構でかくて。やっぱなかなかいないから。そうね。ぜひ、一緒にないや、ほんとにいろいろやりたいなって思ってる。盛り上げられると思う。ね、盛り上げれるよね、絶対ね。やっぱ、 なんかそのサポートシステムじゃないけどさ、やっぱみんなにマスに伝えていけるようなことやってるとかさ、手を組んでやってとかしたらさ、もっともっと盛り上げられてみたいなところがあると思う。クラブとかは、それこそカナダにいる間に行くようになって、そうなんだもともと結構家で聴いてるタイプだったから、ロックの方は自分もバンドやってたりとかしたから、ライブハウスめっちゃ行ってた。なるほどねだからその ロックの現場感はすごいわかるんだけどうん、うん、ヒップホップの現場あんままだ知らないっていう状態でカナダ行ってうん、うん、でそこでクラブ行ったらめっちゃ面白いじゃんと思って <laughs> そうそれなんだろうな初めてクラブ行った時とかうん、うん、あのカニエの曲とかめっちゃ好きなのあって一番好きなの「ファザーストレッチマイファンパートワンって曲なんだけどあれがもう。 最高って思ってた時期に初めて行ったクラブでそれが流れた瞬間めっちゃ泣いちゃって感動しちゃってるやん最高なそれでハマって結構通うようになったあそうなんだで帰ってきたの9月だからそっから東京帰ってきていくつか行ったりとか最新でいうとの一昨日えっとおととじゃない何日か前にチョパカポンくんチョパカポネくんが えっと出てたポピュラーズのイベント、ヤングプラッドで、ヤングヤングヤングプロ、ヤングプロだ、ヤングプロはい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 見に行って、お熱って、暑いな熱いなと思って、それだんだんちょっと現場も知るようになってきて、もっとどんどんあの行きたいなと思って、やばいね、こっからでも帰ってたばっかりだから、そうそうそう、こっからそうだよね、いいねいいね。 でもなんかさ俺わかんない俺の感覚だけど、うん、あのまあカナダもそうだと思うんだけど、うん、アメリカのクラブシーンと日本のクラブシーンってちょっと違うと違うアメリカでは実はそんなクラブ行けなくてカナダでしか行けてないんだけど、うんうん、違うんじゃないかなその結構カナダのクラブシーンどうだったかなそのバンクーバーでいうと、うん、その行ったのはその普通のちゃんと店でしっかりやってるところと、うん、あとなんかレイブのレイブその。うんうん なんか点々として場所を固定じゃなくやってるようなレイブとかはどっちも行ってなんかその辺とかレイブとかはやっぱ日本もあっちもあんま変わんないのかなっていう感じですけどクラブ、日本よりももっとなんか気軽に飲みに行く感じであっちは行ってるかなっていうあとあのガチで踊りに行ってる感じは,もう体,動感じはもう体動かしに行ってる感じはすごいあって日本って全然なんか。 前見てこうやってこうやってやってる感じでもそれもまあ分かるけどちょっとなんかそれって俺のやってたそのバンドのシーンに近いかなっていう感じあそうなんだバンドうじそうい,いう感じんなんだ結構バンドみんな前見てこうやってあいまあ披露だもんね演奏をそうそうそう演奏をこうパフォーマンスを見てるからみんなこうやってこうやって見てるのは分かるんだけどだクラブそんな感じじゃないあっちのクラブそんな感じじゃないよなと思って全然 DJ に背向けるしそうねなんかあの 結構アーティストツアーとかで回ってくる人とか、俺見たのフレディ・ギブスとか見たんだけど、フレディ・ギブスが出てきてんのに、全然そっち見ずに、後ろ向いてケツ振ってる人とかいて、そういうの見たらマジで、あ、もういいんだ、見なくて、みたいな。こいつらの中の踊りが大事なんだ、みたいな。 ゃそそれれ感じ日本ななないいよはそれ感じてそれめっちゃいいなって俺も結構好きなんだよね音を聞きに行く文化が結構強いと思うんです思うこっちもそれはあるんだと思うんだけどあんまダンスとかしないじゃんそうかもしんない割となんかでもタバコ吸って立ってる人とかそういう楽しみ方なのか分かんないけどいやそれもそれ楽しいんじゃないかそうういことでもれは それ差はあるかなそれはいいよね。ちょっと違いはある。確かに違いはある。だから面白いなと思って日本のシーンはか結構俺が思ってる。だからいつも俺比べたら一人で踊ってるみたいなさ。ああ、確かに。えーみたいな。めっちゃ踊る。めっちゃ踊るもん。めっちゃ踊るから。友達とかった一緒でマジで楽しい。踊る楽しい。そうだね。そうだね。まあそれはおもろいけどね。違いはあるしね。いや、あると思う。うん。そうか。でも日本 カナダとかもさ結構さアーティストクラブに回る文化あるの俺アメリカに行った時そんな感じじゃなかったのに、ね、日本って結構そうじゃんあーどういうことなんか<の>アーティストがクラブに来て<ー>パフォーマンスするみたいなはそうなんだろうな、あのー、そういう日もあるけど基本そのレジデントの、D、DJ がいてそうだよねそうみたいなのがほとんどでただ俺が 行ったのは結構その有名な DJ が来るツアーで回ったりとかアフターパーティーとかそのそのでっかいアリーナとかでやったアーティストとか DJ がそのちっちゃいクラブでもやるみたいなアフターパーティーでやるみたいなのは結構熱くて結構そこに何回か行ったりとかでも普通に何もない日でも行ってもなんか普通にみんな飲みに来てるし踊ってるしそう,そういうのやっぱあるなと思って。うん ここからなんかさ、今、日本フェスとか結構できてるしさ、イベントとかやってるけどさ、うん、なんか最近注目中イベントとかあったりするイベント、ああ、いやでも、ポップユアーズはめちゃめちゃ良かったなと思ってて、あでっかいイベントで。 なんかマスに押し上げる力があってそ,っ、うん、それは普通にいい動きだなって,思って、ね、そのたのちっちゃいイベントでいうと今まだチェック中っていう感じでこ,、ね、これから遊びに行きたいなと思ってる暑い,い,、はい、いな、うん、そうだねこっからでも業界盛り上がっていくからねこ、うんな時期いいよねい、うん、確かになえちなみにあの YouTube 投稿してる時どんくらいだっけ今もうえっとスタートして1年半経つかなぐらい半ぐらいか、うん えなんか最初の感触とかどういう感じだったのどんぐらいかかった感触、えー、いいなって思ったのはでも最初でも毎日投稿してそっか3か月ぐらいで1000人行ったんだけどそのあたりであもうこれで行こうっていうふうには決めたかな。手応えあったのは もちろん当時とかは結構いいみたいに言われた当時レックスはやっぱ注目度が高いから、うんうんまあ、そうだねそ,もそ,もそれあるもんね<う>最初はやっぱり注目度高いところをやってって、うん、そこでちゃんと反応が来てるのを見て、うん、それでまあいいんじゃないかなっていうふうに思ったからそっからでも最近はどっちかというとそのどんどん出てきてる若手とか、うん、そっちとこう 同時に盛り上げるみたいなそっちの方により興味が出てきててでっかいアーティストやるよりもこれからっていうアーティストに注目したいなっていう気持ちがあってそれでもやっぱりそういうの待ってる人も多いなっていうのと俺自身もっとなんか結構上の方のアーティストってもうだいぶ自分の世界が出来上がってる確かにそうだねところがあるけど。 だからどっちかというと俺とか、まあ、邪魔までいかないけど、うん、なんかいるわぐらいになっちゃうと思うんだけどまだこれからっていうアーティストってなったらこう一緒に盛り上げられる感じがあるかなと思って、うんっまあ、19強級,級,級もあるもんね1供給もあるしあそ,う、ね、そうそう,そう確かにそうなんかこういうのうその逆にそのまだ若手のアーティストに俺が注目したそうそうそ、ん、うそ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  ここに目つけるなんていいねみたいな反応が出るのが気持ちよくてそういう快感があるそうワトソンやってくれるなんて言ったら言ってくれる時に結構快感はあると思ってそうだよねワトソンこれ出してたもんね出してないそうやばかったねリオコニングドリームやばいそういやめっちゃやばいや曲はあれどれぐらいかかったんですかねあれもでも2日かな2日でやってるかなうん アニメーションとかさ、さっきトレーニングして書てたじゃん、でもちょっと動いてんじゃん、あれって。あ、そうね。れは最終的にプレミアに持ってって、動画ソフト、ははいい最初は全部無料ソフトでやってたんだけど、そうあの本当、ガレ版と、そのなんもともとロジックは持ってたからできるんだけど、で本当に無料ソフトでもできるし、そのちょっとお絵かきフリーソフトとか検索すれば、その無料ソフト出てくるから、であと、まあマックは持ってたから、iMovie って無料じゃん。それ 使って全部無料のソフトでもできる感じかな。はあ、で、動画のソフトに絵入れちゃえば、それちょっとあのモーション書いて、動かせるから、もう一個一個、一枚ずつこう書いて1 1> あ、一枚ずつやってる動き入れてるっていう感じで。やばーあ,あれ、どれぐらいのフレームでやってんのちょっと、ここ、なんか、動くじゃん。うん。これめっちゃテクニカルな話になっちゃうかもしれないけど、うん、<laughs> 大丈夫何。何フレームぐらいで動かすようにしてるとかあるあそれは、でも、うーん。 なんかめっちゃこう上下に踊らせるみたいなパターンを俺作るの好きなんだけどそれや曲によるからその何フレームでいくっていうのは一回こう下げるところに2コマで2フレームでいって上がるところはその曲のテンポに合わせてみたいな<ー>そ,その繰り返しをやっていく感じかな。 曲によって全然動かし方は変わるから,、うん、だから毎回その曲に応じて作んなきゃいけないのが、はい、結構大変だよ、ね、そうそう,そ,うそこが結構根気のいる作業、ね、そうだよねえチームとかいいのいやもう完全に一人で全部一人でてんの全部人で歌って歌い終わったらそう,、ね、そうミックスしてミックス終わったら絵描いてっていう感じでやばそうすごいよだから俺さこのなんていうの、まあ、今まで結構アーティストが多かったから、うん、あれなんだけどこのコンテンツ作ってる YouTuber の人とか、うん、俺すごいなと思って。 俺もともと答なかった。いやいや、俺もともとどう初めてばっかりだから、俺からしたら。あ<ー>で、ま、ね、すごいと思うねみんな。結構きつくないあまあ、きついね。きついでしょ。<や>俺は弟,弟いるから。うん。やっぱ配布してもらってるから。うん、いや、すごいと思う、一人でやんの。<laughs> いや、確かに、それは仲間をめっちゃ欲しいと思ってて。そうなんだ。そう。だから、その、 まあせめてその政策に関わるの人も欲しいしでもそれってまずその収益が乗ってこないと一緒にやろうよって簡単には言えないから政策一緒にやりましょうってまだ言えないけど、うん、でもコラボしていこうよみたいなことはどんどん言っていきたいなと思って。 それはもっとガンガンやってって盛り上げたいなと。いいね、いいね。まあ、ここもここから始まるね。こんなこと辛いよねみたいな話とか、今日さっきもしたじゃん。そういうのとかもできたらマジで嬉しいなと思うから、本当クリエイター同士繋がりたいなって気持ちがめちゃちゃ。めちゃちゃもう。なんかそういう場所にしたいんだよ、俺もこん。そうそうそう。そうだよね。いや、だからマジで今日呼んでくれたのは本当ありがたいし。いやいやいや、こっらこそ。いや、マジでありがたいよ。すげえ楽しい。 本当に楽しみます。初めてだから俺、このクリエイターを読むの。あ,あ、そっか。いや、それめっちゃ光栄だね、それは。いや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 、マジで。超シーだと思ってたすね。いや、マジで。そっかそっか。いやえ、ちなみにこの今 YouTube、まあちょっとさっき話したと思うんだけど、うん、YouTube の目標とかあったりするの今やってることの。今やってる目標は、今、えっ、ー、と、もちろん視聴者もっと伸ばして、それで、えっ、ー、と、伸びたらいいなと思ってるけど、うん、その自分の、あの、 アーティストとしての活動、え、まあそのビートを作る方法とかも学べたし、そのまあ歌の方もどんどん練習して今上手くなってるから、どん、はい、自分の曲もどんどん作っていけたらなと思って,て、えー、それこそビートメーカーの人とかラッパーとかと絡んで一緒に曲出せたらな、やば、思ってます。<ば> <laughs> それは熱いね。うん、そっかそっか。やばいな。いやそれそういうのをどんどんやっていけるようなものになったらいいな。いや本当に。うん。いやでもできるんじゃない。 ううんできると思そうだよねでもこれからだね日本に帰ってきたから今ちょうど広げてるところいいねいいねちなみにさ TikTok とかさ出してるよね TikTok 始めた始めた感じそうもともと TikTok なめてて TikTok 全然なんだろう自分が馴染みなかったらわかるあるんだけど見る側じゃなかったから俺もほんと YouTube 大好きでめっちゃ見てたからだから YouTube やろうって安直な発想だったけどでも 周り見てたらやっぱ TikTok の影響力めちゃめちゃ強いしな何かやるのにいい音楽あるかなって探してたらやっぱり TikTok でこれ流行ってるからやったらいいんじゃないとか、うん、友達に言われたりとかその影響力めちゃめちゃでかいのを感じてでやっぱりリールとか見ちゃうよなっていうのがだ,そうだ,、ね、だんだん分かるようになってきてう縦型のものとかねそう縦型の動画めっちゃ熱いなと思って、ね、で俺ももう作ってある動画がいっぱいあるからそこを から縦型作ることはそんなな難しくいからそこをうまく使って今広げていってる途中そういうことだそういう感じえなるほどねじゃあこれから縦型も結構やっていきたいなってちょっとお互いいろいろやっていやほんとやっていこうやにねえちなみにさんか今ハマってるものとかあるの YouTube 以外の YouTube 以外のハマってるものほ本当生活のほぼほぼを YouTube にかけてるからハマる時間ないんだよね でもあの個人的に一番今熱いのは日本帰ってきて住むとこ見つけて、うん、で,でっかい白い壁があるんだけどテレビ見てる時間ないけど、うん、その代わりにプロジェクター買って<ー>そうで壁にプロジェクター映してネットフリックス見たりとかライブ見たりとかするのが。で最近その 結構最近もケンドリック・ラマーのライブの配信がアマプラであったりとかしてそういうライブを家でプロジェクターで見るのめっちゃいいなと思ってそういう結構音楽に全然まだ音楽しかハマってないみたいな感じもう音楽う生活音楽っていう感じでやってるから俺もさプロジェクターを最近彼女が送ってくれておいいねなんだっけ1周年記念だ。 おら、付き合って、2周年記念か、周年記念。おめでとう。2周年記念で、こんなちっちゃいプロジェクトを送ってもらったの。で、俺、十分、十分。で、こう、結構2メートルぐらいあるから、メートルとか。で、部屋の中やっても最高。いや、ま最高。やばいやばい、まじで。変わる。変わるよね、なんかね。すごい生活変わるし、充実してる感じするし。充実してる感じがする。感じする。も、俺も編集とかめっちゃしてるからいいよね。そうですね。そうですね。そうでとね。っうですね。そうですね。そう 映画流してるから、このプロジェクターが人生を変えたなって思ってて。思う,思う思う。<で>マジで最近、それめっちゃでかいなと思って <laughs> 熱いよね。熱い,いでもさ、俺プロジェクターのを飲み、これめっちゃ自分の話になっちゃうんだけど、うん、プロジェクターをつけて見始めてから、うん、俺プロジェクターに似合うかっこいい部屋にしてな。 わってロって、古ターに引っ張られる部屋みたいな。逆に。だから、そうそう、だから。おしゃれアイテムみたいになってんだ。それ。そういうのと、だからもうプロジェクターでいけてる感じでも白い壁にないてるから、わ、じゃあこっちの壁何も置かないようにしてとか。で、その代わりにやっぱプロジェクトと似合うようにかっこよくしなきゃいけないって。もう二日三日かいかけてめっちゃ麗にして、全部配置全部変えて。 プロジェクター基準に部屋を変えたっていうそっからもうなんかもう変わったねいやそうだよ生活が良くなったし部屋作りなんかワンランク9割上がるよねやっぱさどう結構家に気遣使ったとかしてるいやでもさ本当に今ちょうどなんだろう引っ越したタイミングだからそういうの気にすることができたしでもそれでいうと逆に俺ミニマリストみたいなところあるからそうなんだそう物全然持たなくていいしだから本当その YouTube やってられるのも本当物少なくて全然移動してもいいからういう、ね、海外行ったりとかできるしどっちかというとあんま物持たずにうそういう感じだうん、えー、からただ逆にシンプルで勝手にいい感じに見えてるかもしれない,はい、はい、でもシンプルなら結構重要だよなうんそういや本当大事。それは何意識してミニマルにしてる感じるそれとも別に自分は物がいっぱいいらない感じのタイプとあなんかもともとはなんか物がいっぱいある部屋とか憧れるしおしゃれだなって思ってたんだけどでもなんか物 持たなくても,、うん、でも移動するってなった時にそのか腰が重い人間でありたくないみたいなのがあって引っ越しめっちゃしてて引っ越しそんな苦じゃないタイプだからだ結構マジで日本の中でもいっぱいいろんなとこするんだけど日本はあの実家出てからは本当東京で、うん、あ練馬区住んで足立区住んで。 でそあと千葉住んで今目黒区住んでみたいなそっかそっかそう々としてるんだそうえ何基準に引っ越すのうわもう引っ越してえなって感じで引っ越してるそういうわけじゃなくてあまあでも2年契約切る更新料払うぐらいだったら移動しちゃうかとかそういうことかあとは普通にお金の状況とかに合わせていい部屋行ったりとかなるほどね安い部屋行ったりとかそういうのをやってるかそういうことかもともとミニマリストなるほどねもともとミニマリストそれ結構でもないな ちなみになんか結構綺麗好きだったりもするのじゃいや片付けめっちゃできなくて全然できなくていやそれもあるものなければ片付け簡単だ確かに確かにそうそうそう散らからないしとか言って全然散らかってんだけど全然今も机の周り全然物置いてあるしそう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 そだからそのなんかうフレッシュ方法とかどうしてる リフレッシュはなんだろうな寝る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 のと悪く外歩いて散歩したりとか散歩は結構するからんだろうね散歩いいよな結構歩く結構歩くうんそんなか結構プラッと歩いて近所になんか面白いものないかなみたいな歩いたりとかんかんだろうねそん そんな,かなそんなから。そんな。割と結構ずっとじゃも YouTube にフォーカスしてあ,あで YouTube で他の動画見たりとか。ああ、見んのも好きなんだ。見ンのももちろん好きで、それこそなんか、あま日本の YouTuber も見てるし、海外のそれこそ,その俺の元ネタである人発見したみたいに、ヒップホップ系の YouTuber とか結構見たりとか、あとはなんだろうね、その、うん。あ、でも、ポッドキャストの、 チャンネル結構ハマってるのが結個あって NFR ポッドキャストっていう人なんだけど <music> それも結構新しいチャンネルでその、えー、と男の人2人で結構ヒップホップのなんかあのティアリストとかめっちゃタイ,タイ,ヤ,タイヤリストみたいななんか。 流行ってるかなと思うんだけど、なんか、その、これがエースランクで、これが A ランクで、みたいな話し合いながら、はいはいはい。じゃあ、あの、ドレイクのこのアルバムは S だね、とか。知ってるわ。え、TikTok でめっちゃ流れてきてる気がする。あ、でも多分それがもうめっちゃいろんな人がやってるから、多分同じの見てるかどうかは別だけど、俺が見てるのもそういうことをやってて。そうなんだ。どこのチャンネル、日本の それはアメリカのどこの人なんだろう、ちょっとどこの州かわかんないけど、アメリカの人がやってて、めちゃめちゃ深くヒップホップのことを話してて、そのスピード感とかもめちゃめちゃよくて、それはもう見ちゃうし、Spotify とかで聞いちゃうし、めちゃめちゃためになってる。聞くじゃあ、ポッドキャストはやっぱポッドキャスト聞くね、聞くけど、それも英語の勉強も兼ねてみたいなころもあるし、結構やっとなんか。 1年ぐらいカナダいて普通に聞けるようになってきたからやっと楽しめるようになってきたみたいな。ああ、熱いね。うん、確かに。あとめっちゃくだらないチャンネル全然ヒップホップとかじゃないくだらないチャンネル見たりとかもできるんだし、ポッドキャストはそうね、アメリカの半分、日本のやつ半分みたいな感じで聞くかな。なるほどね。でもちょっと話変わっちゃうんだけどさ、英語はどうやって勉強したのもう行って話すだけそれ以外なんかやったこととかあるいや、でもとにかく聞くが結構。あっちに そのカナダに行った時に、うん、その向こうで日本人の人で実はなんか俺のチャンネル見て僕ヒップホップ好きなんで、うん、ち,ょちょぼさん飲み行きましょうみたいな感じで会えたら嬉しいですみたいな感じで言ってくれてじゃあ飲み行くみたいな感じで仲良くなった日本人の男子がいてそいつと話してた時にいや俺英語全然下手なんだけどどうしようみたいな相談したら「聞くが一番っすよ」みたいな「聞くところからっすよ」みたいな感じで、うん、それで見てきそれ 聞いてからめっちゃ YouTube とかを字幕出しながらとか慣れてきたら出さずにとかやるようになって逆にしゃべる機会そんなないからその喋りの方はそんなかもしれないまだ聞く方が得意な感じだそう聞く方が得意になったからそうっていう感じでだからもうとにかく聞いて分かんないとこ単語とかあったら調べての繰り返しでできるようになってなるほどねいつぐらいかなんかけんなっていう時間になってきたうん 半年経ってぐらいから、はい、なんだろうなあでもアーティストのライブとか行ってはい、はい、今なんて言ってるかなんかわかるわみたいな思った瞬間に、うん、あちょっとできるようになったかもみたいなのは感じたかな熱いな、うん、なるほどねそうかそうかそうかいやでもや英語できたら結構世界広がるくないいや本当に広がると思うし、ね、そのもちろん その楽しみとしても世界広がるし、うん、そ発信する方向としてもできたら全然当たる層が違くなるからそれは絶対できた方がいいなとは思うかな。うん、いや、うん、そうだねなるほどなそっかそっか。 つって全然まだできてないんだけどいや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 でもやってるだけでやっぱ、うん、やってない人が多いと思うじゃんねやりたい,、うん、いや俺英語しゃべるようになりたいっつっても<ー>多分意識してやってる人も多いから、うん、そうだからそれは多分絶対やってるだけで多分違うと思うしカナダそすごいなと思うもんだってあのカナダにすぐパっッて行ってああそうだからそれもミニマリスト的ない考えだからフラッと行けちゃうしううそうねそう それもあるからちなみにまたちょっと話か戻っちゃうんだけど、うん、YouTube 始めてなんか変わったなーってこととかある変わったこと実感,実感えっ、ー、とーえっ、ー、とサラリーマンやってる時はもう本当に結構暗,暗くてネガティブになっちゃうし、うん、自信持てないことすごくあったんだけどうん、うん、でもやっぱりこう自分の作ったものを発信するっていうのをやってから、うん、全然こう。 自信みたいなのが変わってったかなって思うし、変わったこと、うん、そういうところかな,な。会社いる時とかは、やっぱり、なんか、自分主体で動けない感じが、 結構苦しかかっっったかなって,思ってて思、ね、やっぱり会社の求められてることやんなきゃいけないし、ね、人の顔色見て全部動かなきゃいけなくて空気読むそれがうまくできるのが気持ちいい人は向いてると思うんだけど、まあね、俺向いてないなって思っちゃってやっぱ自分の好きなことできた方がいいよなって思ってそこで結構なんか心解放された感じはあるかもしれないあ。それは熱いね、うん、絶対動き方違くなるし、ねうん そうだよね実際どうなるとまあちょっといやらしい話なんでまあ嫌だったら全然答えなくていいんだけど YouTube でさ今例えばじゃ5万人ぐらいじゃん結構生活できるお金はなる生活できるお金になってないからそこまでいけないと思うっていうのももう計算すれば本当簡単にわかると思うけどその1再生あたりいくらって大体あるじゃん。まああるねそそうれの 0.1円とかだと思うんだけどそれかけて俺の再生回数見てもらうと全然金になってないじゃんって思うと思うし普通の YouTuber 以上にの俺がその結構ハンデがあるのはその著作権の問題やっぱりカバーっていう性質上その曲作った人に権利があるからその俺がカバーしたりしてもその本当にさらにその10分の1ももらえないみたいなことが結構あるから。 その著作権引っかかっちゃった曲とかについてはもう自動的にその俺の動画についてる広告とかもアーティストの方に行くことになるからあそうなのそうそうえぐそれはでもまあ俺にしてはまあ確かにお金にならないけどあ<ー> <laughs> まあアーティストの方に行ってくれるならいいかっていう気持ちもありつつああだまあただもっと稼ぎてよっていう気持ちもあるからて人の作品を借りてやってる立場だからそんな偉そうなことは言わないんだけどでも もっと稼ぎてよなって思ったらやっぱもっとオリジナルやんなきゃみたいなそうかそうかっていう今転換期みたいな感じなるほのすごいなまあでも大変だからでもやっぱあるだけ見られてることはニーズがあるわけだからねってだとありがたいねニーズはあるでしょあるのかなもちろん今ヒップホップ聴いてる人全員見てくれてるわけじゃないと思うからもっと認知広げてその意外とまだ知らなかったところに当たればいいなとは思ってるかな はい。ちょっとごめん。セットアップ変えました。はい。なんと、ボ君実演をしてくれるということで、はい。ね。うん。全部俺の声が生で見れるっていう。初だ初だよね、絶おね前で。いや、結構顔がやばくなるから。こんななりながら作るから。なんか結構配信するの一人で、テンション持たないな、みたいな。そうだった。だからこういう場所だったら、はい。ちょっとやってもいいかな、みたいな。熱い。特別。なかなかないっすよ、こんなコンテンツは。 ありがとうございます。ってことで、ちょっとセットアップ借りて、ちょっと見たいんだよね。なんかそれちょっと説明してもらいながら、好きなパートとか教てもらいながら、確かに。見たいなと思ってて、ちょっといいっすか、実践。お願いします。で、今回、ちょっと俺、実は俺らがめっちゃハマってるアーティストがいて、グカールっていう。わかる、熱い。熱いっしょ熱い。熱いっしょそのディフィカルとか、一回ハイボールやったんだよね。あ、そうだよね。やった。そっかそっか。 ちょっとじゃあ、第2弾、具川原くん第2弾的なやってみましょう。いいっすかちょっとお願いします。ここで一旦やって、で、ここで今デモンストレーション作るけど、また後日、これ完成させて、自分のチャンネルにも上げる。熱いコラボみたいな。いいね。それでいいか。行こう。それでいこう。オッケーオッケー。じゃあちょっと待って、マイクットじゃあちょっと見てみたいな。まずは何からやるのまずはいつも、えと、やってんのは、 ドラムから、ビートからまずやるんだけど一番最初にやるのドラムでなるほどそう、じゃあちょっとこっちもいつもドラムから始めてるんだけどそう、えー、と、じゃあもうやっちゃっていいかなやっっちゃって、お願いします曲流しますちょっとフックだけ今日はデモンストレーションでこういう感じですね はい。っていう。はい,はいはい。場所ですね。そう。フックがあって、ここをやるってなったら、一番最初に、はいはい。キックからかな。あ、ありがとう。キックから、はいはい。やるんだけど、はいはいはい、うん、マジでいつも通り。いつも通り。 グッ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 こうやって別々に一個一個音取ってってほいほいほいやばいなすごくね今の <laughs> そういう感じなんだ <laughs> 恥ずかしいよね 今のところで入っていから、キックを入れて、次、スネアかなちょっとこの辺。うん、ちょっと違う。たったっおーー、なるほどね。一個一個。すげえな で<ば>えーっとまぁ、あ、ちょっと名前は適当に、うん、えーっとこれ多分ライドかなシンバルの方を入れていきますお<ー>へぇ<ー>ここまでこれだけ流すとうん期待 ね、これ今ちょっとかなり一発で撮ってるからタイミングバラバラなのをここはちょっとソフトの力でちょっとずつ直してってなるほどねこういうなかなか見ないねはいはいはいっていうのがちょっと整ったかなそうね まあこれで基本のリズム多分もできてるから、今度ギターとかが入ってこないと。ギターどうやってるんだろうでも、超気になるんだけど。ギターは、もうただ聞こえたのを歌うだけ。ーうーん。おだって俺、全然わかんないもん。 まず最初に、じゃあ、一番聞こえる、その、リードギターっていうのかな。あの、メロディーが鳴ってるところから。っていう感じが流れて。ると思うからなるほどー、ー、ー、 もう一回ね。すごすぎるんだけど、ちょっと。いや、なるほどね。すごいその分聞こえないもんだって。言ってること何とかく分かったけど、みんなね、歌とかばっか聴いてたりするから。そうそうそう、裏側やっぱ聞かないよね。なんかなかなかね、かんないけど。 できてるからてきてる、形になってきてるよ、これ。すごっ。こ,こマ<ジ>まじちょっと音量を上げて、ちょっと今日は短縮版だから、本当はもっとうまく歌えるまでやるんだけど、まあまあまあね、オートチューン使っちゃって <laughs>、ああ、そうなんだ。直したりとかね。ああ、なるほどね。そっかそっか。そういうのもやるんだ。そう音かけてとかも。オートチューンで直しちゃえば、速攻。 これも音楽のなんか基本知識ないとできなさそうだよね。そうかもね。まぁ、あ、ちょっとバンドやってたってのもあって。そっかそっかそっか。できるかな。でもちょっと今このキーが全然わかんないから今一しまあまあこれでいけるかな。で、あと、後ろにっち、じゃ チゃって入ってるギターがあるんだけどはいはいはいなるほどチャ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 そのところチゃ <を Loud audible> 聞こえなかった <laughs> そうそう意外とこのリを作るのに多分要となってるギターチゃ、ね、あ

「そのほうその音聞こえてないそれ<ー>すごいわ <laughs> そうね多分コードの感じが「ー<何>ー」 聞こえてるるすすげ感動みたいなちょっともうちょっとね綺麗に整えばいいんだけど次ベースこれ一番好きなのベースであそうなんだベースやっぱりィップホップ大事じゃんそう大事八百屋さん八百屋これは多分八百屋使ってないんだけど使ってないんだそう敵のこと言っちゃった知識ないってまた言われるわ俺 うんちょっとがっつりいきます、うん、多分普段はもっと20回ぐらい聴いてから歌う。まる、あ、そうだよね今回特別バージョンですからね んうんうんう君からすりゃてぅー、ぅー、ぅ <laughs> ー<い>、ぅー、ぅ <noise> ー<楽>、ぅー、ぅ <noise> ー<楽>、ぅー、ぅ <noise> ー<楽>、ぅ、okay. ー、ぅ <noise> ー<楽>、ぅー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 、 で、最後ラップを入れてこう歌を入れてこうお<ー>歌詞大丈夫わかる歌詞持ってますおっさすがです先輩さすがだけケミカラめっちゃ恥ずかしいからじゃ <laughs> <ー> <laughs> めっちゃいいミカラスリャケミカラスリャ 「君からすりゃディフカウディフカウ」「君からすりゃディフまあその気持ちもわかんなくはないが」「君から君から君からすりゃディフか<ー>まあその気持ちもわかんなくはないが<ー>」 君からすりゃディフカース。まあ、その気持ちもわかんなくはないが。まあ、ちょっとこんな感じで。本当は、100回ぐらい撮る、うん。そういうことだよね。<laughs> そういうことですよ。今回ね、たまたまね、ちょっとね、やっぱね、アンカッと撮ってるから、<laughs> 今は。めっちゃ言い訳になっちゃうけど。<laughs> いや、全然。<laughs> 多分これ、ほまあ、完成形をね、ぜひね、もう完璧に綺麗にした状態の、ね。そうだね。

これよく聞くと多分上にも「ー」ー」「入ってると思うから」と「入ってる」「わ。<laughs> あーー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  はい。で、今、あうが、まで入って。うん。っていう感じで。ふぅふぅこんな感じかなこれね。おぉ<ー>。今できたのが。やばい。聞きたいね。ちょっと待って。すごいよ。これは結構歴史的な場所だよ。だって。<laughs> 見たことないでしょぶん誰も。この裏側は。 ありがとうございますって感じですよ、もうこちらからしたらいやいやいや。本当にこんなものをだけど。いやいやいや、楽しみだね。ちょっとじゃあ、今までのところをちょっと直すと、直しないけど、そのまま流します。はい。すげえ、マジで。やばくないっすか。いやちょっともう一回流そうか。どう音量をもうちょっと大きくしてみる。こっちは上げてみる。そっち上げれる どうだった音量聞いてる感じでもいい感じだったちょっと調整かもしれないけどまあこっちでもあの音を取ってるからそうだったあそっかあとで熱い熱い熱いいきますはいお願いしますやばすごいっすわいやいやいやちょっと全然まだこんなつたない状態だないや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 ありがとうございますマジで ちょっとこれはもうすごい瞬間を。ありがとうございましたってことで、もうこの、あの、蝶部クッキング。おかげます。クッキング。向かっクッキングだ。クッキングだ。クッキング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 しちゃってるいてことで。はい。マジでありがとうございますってことでね。今回はいろんなお話を聞けたし、すごい楽しい会だったなと思いますのでね。本当に楽しかった。ありがとうございます。これからも、絶対、ね、このョ部く君がね、どんどんどん活躍されると思うのでね、ぜひぜひ、蝶部カリー君の tiktok, youtube, いろ,いろリンク出してくるので、ぜひぜひみんな見ていただいて、見ていただいてね、応援していただければと思います。お願いします。しということで、今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。また次回お会いしましょう。ピースはい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲,ですお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。